様々なオピネルナイフオピネルは主に折りたたみナイフを製造しているフランスの刃物メーカーである。オピネルの折りたたみナイフはフランスのサボワ地方のノタンやジョセフオピネルが1890年に考案したものが原型で以来現在に至るまで基本的なデザインを変えることなく生産されている。このデザインの優秀さは1985年に 世界的な工芸品の博物館として知られる、ロンドンのビクトリアアルバート博物館が選出した世界で最も美しい100のプロダクトの一つにも選ばれているほか、ニューヨーク近代美術館の収蔵品にも加えられていること等で認められている。日本での輸入発売元はハイマウント。ブレードを折りたたむところ、ブレードロックを外した状態。 オピネルは折りたたみではないフィクスド式の包丁等も製造しているが、ここでは同社の折りたたみナイフの構造について記述する。ブレードロックをした状態ジョセフがオピネルの原型を完成させたのは1890年であるが、この時ジョセフは18歳であった。最も難しかったのは折りたたんだ刃を収納する部分の加工をどうするかという問題であったが、 ジョセフは回転陣を持つジグを独自に開発してこの難問を解決した。現在のオピネルもジョセフ公案になるこの加工法を用いている。オピネルのナイフは時代とともにグリップや刃の材質、気候の詳細部分など改良を重ねてきているが、21世紀現在の最も基本的なオピネルは以下のような構造を持つ。すなわち、ブナ材に オレンジ色のニス仕上げのハンドル、鋼の両刃ブレード、セーフティーリングである。この1955年に考案されたセーフティーリングはビロブロックと呼ばれ、開人時にリングをひねることでブレードをロックできる。2000年に改良されたものは、貝、平時のどちらでもブレードをロックできる形式になっている。ブレード材は炭素鋼のカーボンスチールとステンレス鋼の ステンレススチールがあり後者はイナックスと刻印されていることで区別できる。葉の形状は一般的な若干の反りがあるものの他にもドロップポイントのもの、大きいうち反りのあるガーデニングナイフ、刃先を丸めたラウンドティップ、フィレナイフなども生産されている。ハンドル材はブナ材が多いがトネリコ、シタン、炭素繊維、牛骨、桜、クルミ、 オリーブなど、多種多様なものも存在している。突起なき場合の出店はナンバー8。上は研ぎ減りした炭素鋼、ブレード。下はステンレスブレード伝統的な形状のハンドルとセーフティーリングを持つもの。10本セットで販売されているものを除くとナンバー6からナンバー1にまでで、鋼材は炭素鋼とステンレス鋼が選べる。また、ステンレスのナンバー7で刃先を丸めた。 ラウンドティップナイフ、ステンレスのナンバー8で、シャックル止めホイッスルロープカット用のギリりン、ハング用ストラップを持ち、ポリアミド、ガラスファイバーのハンドルが付けられた、ナンバー8アウトドア、ステンレスでナンバー7かナンバー8の、革紐が付く、トレッキングのような編集も販売されている。ナン、no. バー125の、ペティナイフ、ボナペティ、ナン、no. バー117の、バターナイフ、スプレッティングナイフ、 細身で葉の長さが10.0のテーブルナイフがあり、それらはハンドル色、材を複数の中から選べる。また、若干の反りがあり端のパン切り包丁、ブレッドナイフも販売されている、剪定用演芸や農作業用にデザインされた商品群である。ハンドル後部にブラシを備え、内反りの葉を持つマッシュルームナイフ、ドロップポイントのガーデニングナイフ、 強い打ち反りを持つナンバー8か、ナンバー1レ例の草刈りナイフ、ナンバーン2か、ナンバーン8のノコギリである、ノコギリナイフがある。ハンドル形状や、刀身の形状は独特であるが、ナンバーン8以外のブレードロック機構は共通している。クラウンドハンドと呼ばれる、刀身状のロゴ現在の標準的なハンドルのロゴ簡略化されたロゴロゴのバリエーションをピネルブランドの商標である。 クラウンドハンドは、オピネル家が住んでいたサンジャンド・マリアンヌの聖堂の三次会の紋章が原型となっている。サンジャンド・マリアンヌの聖堂は、洗礼者、ヨハネの聖遺物を収蔵しているが、オピネルの商標中の三本の指を立てた右手は、洗礼者ヨハネがキリストに洗礼を施した時の手の形をイメージしている。また王冠は、サボヤ地方がかつて独立した広告であったことを、 象徴していると考えられている。ナンバー6ナンバーワン0ナンバーワン2の葉の長さは、オピネル公式サイト記載の通りオピネル博物館公式ウェブサイトによると、湿気の多い場所に放置したり洗い桶の中に入れたり、することは望ましくないとされている。葉付けは20度の角度が推奨されている。またブレードロックが緩い場合はプライヤーで、 セーフティーリングを外して調整することも可能である。ありがとうございます。